はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、宅建試験に失敗する人々の共通点と成功への道という無料のレポートを作成しましたので、共有させていただければなと思っております。で、これは PDF で約20ページぐらいですかね。比較的短いレポートなので、空いた時間とかに読んでいただければと思います。このレポートには勉強法のノウハウも記載しておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、これご覧いただくにあたって、登録とかは一切ございません。登録することなくすぐに見ていただけます。で、ダウンロードページの URL についてはこの動画の下の説明欄に URL 貼っときますので、そちらからご確認いただければと思います。試験まで残り1ヶ月切っておりますので、最後まで頑張っていただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。